どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。僕は今海に来てます。で、海に来ていろいろメントレしたりとか、次の企画考えたり、いろいろ考えてました。で、今日何をシェアしたいのかっていうと、僕がこのチャンネルでちょいちょいシェアをさせてもらっている、このスマホを使って決済をする、スマホだけで決済をする、現金じゃなくてスマホで決済するっていう、そのキャッシュレスチャレンジっていうのを今回やっていきたいと思います。いや、なんかそれにしても急に雨足が強くなったので、なんか大変だなっていう気持ちもあるんですけど、でも撮影楽しいんでやっちゃいます。チャンネルに前登場してもらっていた、あの夏目さんっていう人がいるんですけど、で、その夏目さんも実際にキャッシュレス化をどん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 進めていって、で、その夏目さんにあのアドバイスもらったことなんですけど、ある条件が揃うとめちゃくちゃキャッシュレスチャレンジがやりやすくなるよっていうふうに教えてもらいました。なので今回それを実証してみようという形でやっていきます。そうで、そのポイントは何かっていうのはこの動画の最後にあのちょっとシェアしていきますので、そう、種明かしは最後まで撮っておきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。まあ、この場所で、キャッシュレスチャレンジやろうと思っても何も多分お店すらないわけなので、今から新宿に向かいます。今回の目的地はこちらです。はい、じゃあここ入ってみましょう。ホットでお願いします。はい、はい、ありがとうございます。朝の編集中のショッピです。僕が今何をやったのかっていう、まあ種明かしもしちゃいますけども、この折り紙ペイというものを使って決済をしました。で、この新宿ペペさんで折り紙ペイを使うっていうことが、この今回のポイントになってきます。今回のキャッシュレスのポイントになってきます。じゃあもう種明かし早速しちゃいますけども、その新宿ペペさんのある建物に、新宿プリンスホテルっていうものがあります。で、そこに宿泊する人の8割かながもう海外から来てる観光客の人だそうです。で、海外の人たちはもうスマホで決済っていうのが日本よりもかなり進んでいるらしいので、なので新宿プリンスホテルがある新宿ペペさんの建物もその海外の人に合わせてスマホ決済っていうのをどんどん導入しているそうです。で、最近この折り紙アプリ、折り紙ペイっていうのを導入したので、今使ったこの折り紙ペイのアプリはその新宿ペペさんの中にあるお店全部で使えちゃうんです。カフェもあるし、洋服も買えるし、日用品も買えるし、キャンドゥもあるので、しかもそのあのキャンドゥも多分全国で言ったらもう本当トップレベルの、あの規模なので、なので新宿ペペさんに行けばある程度のものは買えるし、あそこで、まあ、ある程度の時間は過ごせるということなんです。そう、なので今回の種明かしとしては、海外の観光客が集まる地域だったり集まる施設に行けば、スマホのこのキャッシュレスチャレンジっていうのはめちゃくちゃやりやすくなりますよっていうことです。まあ、その場所に行かなきゃいけないっていう、なんかそういう制約があるのはちょっとめんどくさいですけどね。ちょっと今からペペ以外のお店で適当に入って支払い、スマホ決済ができるのか聞いてみましょう。スイカとかですよね。なんかスイカとかクイックペイとか、ID だったらできるんですけど、ID だったらできるんですか。はい、ああ、わかりました。ありがとう。もうクレジットカードと現金のみになります。はい、今適当にお店入りましたけども、スイカと ID なら使えるっていうふうに言ってもらいました。で、ID は僕ちょっと持ってないので、そこら辺支払いできないんですけど、スイカならできるんですよね。ただ僕の場合スマホの設定がなんかちょっと
おかしくて、そのスマホ内でのチャージっていうのが なんかできないんですよ、うん、なのでちょっと今回Suicaでは支払いはできないんですけど、ただやっぱそのSuicaだったり ID だったりクイックペイだったり折り紙ペイだったりっていうのを組み合わせれば、なんか支払いのスマホで決済するキャッシュレスの幅っていうのはめちゃくちゃ広がる感じがしますけども、皆さんどう思いますか？はい、という感じでやってきましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、本当はもっとあの支払いするところをお見せしていきたかったんですけど、あいにくちょっと僕があこれ必要だなって思うアイテムだったりっていうのがなかったわけなんで、カフェで支払いをピッてするところだけちょっと簡単にお見せしました。ただ僕の個人的な話をしてしまうと、その税務処理的にこうプライベート、これはプライベート用だ、これは仕事用だってこうちゃんと分けないといけないので、その時にやっぱ今のところは仕事用はクレジットで、プライベートは現金ってやった方がもうめちゃくちゃ楽なんですよね。なので、ちょっとこれから、少しずつ考えていきます、はい、ということで今回は以上です。あ、ちなみにここにまたヒュッケなアイテムが入っていますので、またそれは別の動画でお届けします。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。